てるんですけど、ナーコ自宅を塗りたいと思うんですよ。染めたての髪の毛ピンクの状態で、ピックなしでナンパ企画やっていきたいと思います。でね、それだけじゃなくて、ちょっとあることを考えて、男って胸見るじゃないですか。で、胸見ると思うんですよ。結構ここに視線が来るから、いつもはあんまり強調してなくて、今日ちょっと考えたんですよね。じゃーん、おっぱいでーす。イエーイ。めっちゃプルプルのプリンみたいで、すごい気持ちいい感触のなんですけど、今日はそのおっぱいをブラの中に入れて、さらに胸を強調させて、巨乳の状態でナンパ待ちやっていきたいと思います。多分 B カップぐらいかな。 ABCDEF 他の F とか一応かも。みんなこれでめっちゃ釣れるんじゃないかなと思うので、ちょっとね、ここで入れるのはやばいんで、トイレ行ってきます。おっぱいをつけました。イエーイ。どうですか、巨乳になってる？かわいいこんな感じで、ニットの服なんで余計に多分ね、強調されてるから、これね、みんなイチコロ、もう速攻多分みんな惚れちゃうんじゃないかなって思います。これでちょっとね、立ってみたいと思います。はい、全然です。あ、そうです。本当ですか？やばい、めっちゃ可愛い。ありがとうございます。本当ですか？ありがとうございます。嬉しい。可愛い。そうなんです、これ次なんですよ。木の美容院って、あ、これ近くでナンパ待ちしてたんですけど、巨乳になってちょっとナンパ待ちしてる。今胸めっちゃやばいんですよね。やばくないですか？あ、全然いいですよ。シリコンなんで。やばい。本当にすごい。私も入れたい。でもすごいリアルじゃないですか。めっちゃプニプニの。だから本当はないです。ありがとうございます。バイバイ。頑張ります。乗車さんだった。いや、今ちょっと友達待ってます。あ、めっちゃもうお姉さん、ボブめっちゃ綺麗だな。いや、全然すごい。友達待ってね。はい、全然 OK、 全然 OK。 どういうこと？どういうこと？行きましょう。行けないで、友達来ちゃいます。友達来ちゃう。 LINE だけじゃ交換して。なんで？なんで？何してるの？綺麗だから動画編集した。あ、そうなの？YouTube のこと。そういけ。インスタだけなら。私の ID 塗っていいですか？ ID って S U G I M O 杉本。アンダーが杉本。これかもしれない。おー、企画でした。分かんなかったっす。いや、普段男なんですよ。普段見てたというか。え、本当ですか？いや、でも実物めっちゃ綺麗ですね。え、気づかなかったですか？気づかなかった。やっぱね、ショートで、今これ地毛なので、そうなんですよ。カメラどこですか？こんにちは。あ、こんにちは。なんか知ってくれてたから、すごい。めっちゃお綺麗だなと思って。なんか、やっぱり気づかなかったっぽいです。気づかなかったっす。何で気づかなかったっす？いや、わかんなかった。普通に綺麗な僕の綺麗だな。でしょ。やっぱ印象違うからかな。ね、ちょっと気になってみます。あ、気づかなかったっす。全然。実は今日は巨乳でナンパ待ちあったから。あ、なるほど。結構視線ここにあったじゃん。ちょっと見たかった。ほら見て。ちょっと見てるよ。ちょっと見てる。ありがとうございます。すみません。ありがとうございます。YouTube やってるんですけど、はい、もう明らかにもうモデル級に可愛らしいんだけどね。ただ綺麗な方にお話聞きたいっていうしょうもない YouTube で。女性の方に質問してて、はい、マイク。あ、マイクで。ちょっと、あ、もうこれサムネにしたいんです。サムネ、私全然。好きな人にどんなアピールしますか？私は実は男なんですよ。うわ、やった。いや、
や、いい、もう最高です。だから、ね、今自分も動画撮ってるんですよ。こんにちは。なんか YouTuber の方なんですけど、なんか声かけられました。え、これ何じゃん。え、これ実はシリコンなんで取り出し可能です。やっぱり見てる、ほら、いいよ。見たかな。見たかさすがに見たかな。ちょっと見てたよね。え、可愛いですか。可愛い、めっちゃ可愛いね。嬉しい、やった。ちなみにそのお姉さん自体は、うん、カテゴリー、え、自分は、まあ、男の子って娘で書いて男の子です。ありがとうございました。すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。どうした、何ですか。どちらかってどこら辺にありますか。ここ登ったらそれです。あ、ここ登ったんだ。はい。めちゃめちゃ可愛いな。え、可愛くない、可愛くない。ナンパなんですけど、はい、めちゃめちゃ可愛いですよ、マジで。いや、全然可愛くないです。可愛くないですか。はい。誰待ちですか。友達です。友達です。飲みに。あ、飲みに。はい、行きます。今度俺とも飲んでくださいよ。だって誰かわかんないじゃないですか。まあ確かにそれはそうなんですけど。誰ですか。誰、24歳。あ、今年。今年。今年24になります。あ、一緒。今3です。同い年ですね。LINE交換してください。なんで。めっちゃもうホットタイプなんですよ。もうただただ絶対全員に言ってそう。いやこっちも、あ、超可愛いなって言わないと話しかけないですよ。めっちゃ可愛いってこと。当たり前じゃないですか。そんなもん、鏡見てくださいよ、これ。いや、可愛いかな、ありがとうございます。嬉しいです。本当ですか。はい。じゃあ、その嬉しさの代償としてLINEください。なんで、私だって LINE 友達しかしてない。あ、そうなんです。俺と友達になればいいじゃないですか。どうしよう。けど男友達多そうですね。そうですね。もうそんな気がするわ。私が男だから。あ、びっくり、マジですか。はい、マジっすか。マジっすか。すごいっすね。なんか YouTube の企画とかっすか。そう。あ、そうなんすか、ね。こんな風になれるもんなんですね。なんか、でも一応ちょっとヒール履いてます。今日結構話しかけられました。めっちゃ。マジか。なんていう名前なんすか。あ、ジン君の部屋っていう名前で。なんか聞いたことあるかも。本当に。いや、わかんないんですけど、俺なんかたまにナンパとかするんで、はいはいはい、そういうのよく見るんですよ。だけどめちゃめちゃ面白いっすね。これです、これね。やばいじゃん、やべ。登録してください。あ、やったやった、嬉しい。ありがとうございます。バイバイ、ありがとう、頑張ってください。ナンパされました。めっちゃ可愛いって言ってくれて、ネタバレ声変えたんですよ、急に。めっちゃびっくりしてました。どう見ても女の子にしか見えないって言われて、最後まで疑われました。すごい。これ撮影許可出ました。もう嬉しい。みんな聞いて、本当にこれね、ここでナンパされるのもう5回目くらいだよね。5回目なんだけど、そのうちの4人は撮影許可が出なくて動画使えなくて、今もうナンパ多分10人くらいされてるんですよ。やっと今の方ね、あの声かけてくれて嬉しかったです。ありがとうございます。はい、ということで、ナンパ検証が終わりました。結果は、ひえちゃんが巨乳になってナンパ待ちしたらめちゃくちゃシャレレでした。動画に使えてない人も何人もいて、合計10人くらいされたんですけど、やっぱりまあこの巨乳があるおかげでちょっと、あ、こっちだったね、こいつらね、余計に女の子に見えてたんじゃないかなって思います。やっぱ男は結局胸見るんだねと思って、なんかちょろいね、ちょろいよねと思った。みんなこうやって話しかけても男の子っていうことがあるから気をつけてください。伊勢吉です。はい、ということで、この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録とコメントよろしくお願いします。以上、ジンでした。バイバーイ。